今週の今日の俳句も視聴者の皆さんの句をご紹介します。お茶受けのたくあん、天寺の子犬。お茶受けのたくあん、天寺の子犬。今月の兼題たくあんでお寄せいただきました。今日は北海道からです。村瀬文也さんの句です。お茶を飲むときに一緒に食べるものをお茶受けと言います。甘いお菓子やしょっぱいおせんべいなどお茶受けも様々。たくあんの塩気もお茶受けにぴったりです。天寺で漬けたたくあんでしょうか。どこからか受け入れた子犬も遊び、朗らかな冬の昼のひとときです。今週もたくあんの俳句をご紹介します。そして過去の兼題句は YouTube などにもアップしています。こちらもぜひご覧ください。そして引き続き俳句も募集しています。次の兼題は吹きの塔です。テレビ愛媛のホームページ聞ける俳句のコーナーなどで今月25日まで募集しています。お待ちしています。ご応募お待ちしております。今週の今日の俳句も視聴者の皆さんの句をご紹介します。ラチの子は食いたい母のたくあんを。ラチの子は食いたい母のたくあんを。今月の兼題たくあんでお寄せいただいた今日は岩手県からです。佐藤茂幸さんの句です。北朝鮮に拉致され日本に帰れなくなった若者へ心を寄せた一句です。遠いふるさとを恋ながら母の漬けたたくあんをもう一度食べたいと願ったこともあるでしょうか。暮らしに根ざしたたくあんだからこそ日常の懐かしさを強く実感させ、失われた人生の重みを物語ります。佐藤茂幸さんの一句でした。今週の今日の俳句も視聴者の皆さんの句をご紹介します。赤本にラインマーカー新たくあん。赤本にラインマーカー新たくあん。今月の兼題たくあんでお寄せいただいた高知県の織部夏目さんの句です。赤本は大学別に分けられた過去の入試の問題集です。志望する大学の赤本を読み込みしっかり勉強しているのでしょう。冬受験に向けて追い込みの時期にたくあんを噛んで、さあもう一頑張り。できたばかりの新たくあんは新鮮でキリッと頭が冴え力をもらえそうです。受験シーズンですね。たくあんの俳句、織部夏目さんの一句でした。このコーナーでは視聴者の皆さんから俳句を募集しています。次に募集する兼題は吹きの塔です。テレビ愛媛のホームページ聞ける俳句のコーナー、もしくはハガキでご応募ください。今月25日まで募集しています。ご応募お待ちしています。皆さんお待ちしております。今週の今日の俳句も視聴者の皆さんの句をご紹介します。AI に負けてたくあん噛み砕く。 AI に負けてたくあん噛み砕く。兼題たくあんでいただいた松山市の藤橋和則さんの句です。人工知能 AI の発達は目覚ましく、さまざまな場面で人間の力を凌駕しつつあります。人間が AI に負ける場面もどんどん出てくるでしょう。それでも負けて悔しい感情やたくあんを噛み砕く体は人間ならではのものです。たくあんの味わい深さが人間らしさを強く引き出します。
AI が俳句作る時代もあるかもしれませんね、はい、今日の俳句でした。このコーナーでは皆さんから俳句を募集しています。今月募集する兼題はフキノトウです。テレビ愛媛のホームページ聞ける俳句のコーナー、もしくはハガキでご応募ください。今月25日まで募集しています。ご応募お待ちしています。お待ちしています。今週の今日の俳句も視聴者の皆さんの句をご紹介します。たくあんを噛んで日本を諦めず、たくあんを噛んで日本を諦めず。兼題たくあんでいただいた千葉県の平佳玲さんの句です。現代の日本には問題が山積みです。右肩上がりの時代は遠く過ぎ去り、未来への明るい展望が見えづらい社会。それでもたくあんをかみしめ、日常に踏ん張ってぐいと前を向きます。この国で生きていくことを諦めない意志の強さが日本を良い方へ変えていくことを信じて。今日の俳句でした。このコーナーでは皆さんから俳句を募集しています。募集している兼題はフキノトウです。テレビ愛媛のホームページ聞ける俳句のコーナーなどで今月25日まで募集しています。ご応募お待ちしています。お待ちしています。